ヤコブの杖、またはクロススタッフとは天体の高度角を測る道具で、西洋では14世紀頃から使用され始めた。航海術、測量術、または天文観測において、北極星、または太陽の高度角を測ることによって、緯度を知るために用いられた。名前の由来は、当時の星座からとも言われる。緯度の計測法メモリの刻まれた長い棒と、それに直角に取り付けられて自由に動かせる短い棒からなる。長い棒を目の前に構え、その上下に目標の天体と水平線が来るようにクロスピースを動かして、クロスピースの位置をメモリで読むことによって使用する。インド洋の航海者だったアラビア人たちはアルケマルと呼ばれる器具を使用していた。これはヤコブの杖と同じ原理だが、メモリのついた棒の代わりに結び目のある紐をクロスピースの代わりに板を使ったものであった。15世紀にはすでに定着していた。アストロラーベや4分儀も緯度を知るための道具であったが、揺れる船上では重く使用しにくいものであったので、クロススタッフが用いられるようになった。中国では11世紀の学者、陳括の無形筆談に、このような道具の記述がある。ヤコブの杖が西洋の文献に登場するのは14世紀のユダヤ人の数学者レヴィ・ベンゲルソンによるものである。16世紀のオランダのアドリアーンス・ゾーン・メチュースやゲンマ・フリシウスによって改良が加えられた。A.B. モアイトラオ、航海術海に挑む人間の歴史中古新書、1967年、A.B.H.C. フライエスレーベン。航海術の歴史岩波書店、1983年。ありがとうございます。